皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ今日はね、まあ、こっちの方に移動してきてるんですけれども、右側調べたんですよ、地図の方。そうするとね、右側のここら辺に、防具の保管庫かわかんないですけどいうのがあるのと、あとね、覚えてないんだけどね、確かここら辺にゴリローの巣があったでしょ。で、ここにデッドハイブだっけ、あのフィッシュマンがいるので、今日はね、ちょっとこっちの防具をちらっと見に行けたらなと思います。で、それと同時にね、まあここのスプリングの発見と、あとね、できればね、モッドで追加したところをお見せできればなと思っておりますので、まあ、まずは真横に向かいましょうってとこですね。うん、ダメージがちょっとひどいな。トルパン寝かしとくか。一人ちょっとあれにしときましょう。一人どころじゃねえか。ダメージひどいのちょっと置いていっちゃおう。これも置いていっちゃおう。ちょっとね、足手間と横もあるんでね。他大丈夫か？他はとりあえずいっか。こんなもんでね。はい。シュライクさん行く？ちょっとみんな待とうか。思いのほか早いわ。よし。さあ急いで。ああ、これ危ないからね、気をつけないといけないんだよね。さあみんな気をつけていくよ。シュライクさん足遅いね。義足のせいかな。多分ね、これのせいよね。運動能力がすげえ下がっていくから。白雪さんはちょっと申し訳ないけど担がしてもらおうか。進行に影響が出る。てかピークシングに捕まったら終わる。じゃあちょっとこっちの方行きましょう。大丈夫かな。遊牧民か。スキンスパイダーいるね。極力気をつけていきたいとこだよ。大丈夫かな。奥にピークシング。手前にピークシング。あれはペットか？違うな。向こっつら行かない方がいいね。よし、俺たちじゃねえな、相手にすんの。このまままっすぐ突っ込んで大丈夫か？あそこら辺も全部そうでしょう。大丈夫かな？大丈夫か。よし。目的の場所へ向かうぞ。敵には警戒していこう。よし。この先大丈夫かな？見えないの怖いよね。よし。いけるぞ。いい感じに進んでおります。ああ、いるね、やっぱ。こっちはスキンスパイダー VS ピークシング。そんなに数はいなそうだね。あれでも向かう先的にはもうちょっと真横じゃねえかな。こっち側じゃない？よし、逃げれるか？おい！早いなぁ。これは完全に。攻撃しろ。防御。よし。オッケー。さあ急ごう。
ワンちゃんもいるね。気をつけないといけないね。フォルクス？ん？違うな。これなんだろう？どっかの舞台のかな？これ。え、ちょっと待って。なんか来てる舞台か？エリートハンター、正体ブラックデザートピークシング。人はいないんだけどね。大丈夫かな？ピークシングに会うとね、厄介。スキンスパイダーいるね。スキンスパイダーやられそうじゃない？来たわ。やる気満々ってか。行け！倒せ！倒せ！よし。やばいな、この人防具ねえんだな。大変だ。うん？なんかいる。ランド・オブ・ボンズいる。最悪。まだ気づかれてないな。シュッターズベータ引っかかっ。あ、マジか。マジか。あ、やべえな、タイミング悪いな。なんであいつらいんだ、あんなとこに。あいつら問答妙で叩いてくっからな。いや、こいつらと当たりたくねえけど。どう行く？奴らの進行方向がわかんねえんだよな。とりあえずこっちの方逃げようか。よし。さて。あいつらどこ移動する？もう完全にさ、鉢合っちゃうじゃん。この先なんだよなぁ。うわ、ここら辺も地獄だなぁ。逆にだよ、奴らがこっちを歩くというのであれば、我々は向こうを通ろう。とっとと移動しろ。よし。これ気づかないうちにね、ピークシングが後ろからがっつり来る場合もあるからね、気をつけないといけないよね。よし、オッケー。よしよしよし。まあ、少数精鋭で言ってもよかったんだけどね。オッケー。餌に夢中になってる間に我々はおーおー、餌だけで満足してよかったのに。やめろ、そんなの。うわ。よし。おい、ほら、来た。二人ぐらいで撃撃して。もう一人行くか。シュート。行け。倒せ。よし。いや、最高戦力ぶつける方が楽なんだよね、ちょっとうちの最高戦力でもどうにもならないかもしれない。これ。これ。さっきまでいなかったじゃん。多分。いやー、あれどうしよう。まずいな。ちょっと待って、ダス逃げ。あー、怖い。隠れられる、そこで。やべえな。あ、よくない、よくないことになった。あ、待って、どっか行ったか。お、外れたな。ちょっと待て。おい、どっか行けよ、マジで。逃げられっかな。
あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。おー、ちょっと待って。なんでそっち行くの？お前ら、あ、体を食べるってなってる。よし。向こう行け。よし。なんとかなったか。大丈夫か。オッケーオッケー。それでいい。なんとかなったな。グレイシェルフか。どこら辺だろうな。おぼろげな、大体この辺っていう感じでしか覚えてないんだよね。ここら辺、ここら辺だよね。ちょっと遠いな。もうちょっとかかりそうだね。おお、待て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 。ふざけるんじゃないよ。今更になって？許され、ああ、待って、う、これなんだこれ。ボンヤードウルフだ。やめろ。あ、痛い。痛いよ。殺される。攻撃スピードが違う。ちょっと待って。あ、痛い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 。いや、52しか食らってない。出すと。いや、勝てない。いやー、殺される。やべ、強かった。あれダメだった、あんなの。何？あんなの勝てるわけねえじゃん。よく生きてたな。他の人たちだったらもう一歩、ワンパンよ、ワンパン。ちょっとどっかで休息しとりたいな。なんか向こうもすごいことになっちゃってるね。とりあえず奴らから離れよう。よし。こんだけ距離あれば。とりあえずは。よし。大丈夫か。ああ、即戦力が削れた。サザンハイブいるね。あれ ?80? 87? よくないね。よくないね。どうしようかな。緊急脱出を使う時が来るかもしれない。奴らには見つかりたくないね。ただ調べさせてほしい。で、次回あたり拠点戻れたらまた戻りたいけどね。何何何？バラバラにいんの？装備を奪うチャンスってもあるんだけどね。ねえ、強いからね。極力は戦いたくないよね。ギリギリまでは。2、3体ぐらいだったら別にいいんだけどね。十数体で来られちゃうとね。こっちの右下のナイフもこの先だな、多分。よしよしよし。大丈夫そうだな。あいつら何と戦ってんだ？何と戦ってんの？あ、お前らヤギさんになんてことしてくれてんだ。あった！ヤギさんたちが。行くか、あいつぐらい倒すか。まあ来るよね。行け。見せつけろ力を。行け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 。一目。行け。武器を奪え、装備を奪え。よし。これよ。我々は待っていた。8の14。あれ？そうでもねえな。ヨーヒアム。エクスチェンジ。こういうことよね。
7000で売れるじゃない。これもボロいな。で、こいつの武術が55。下がるにしてもちょっとゴリラ1匹分ぐらいだな。気をつけていかないとね。ただ奴らの武器はやっぱ売れるな。ま、数体いたらだな。サザンハイブに手出しちゃったからもしかしたら襲撃来ちゃうかな。それはそれで嫌だな。困った事態ですよ。今まで来てなかったのに。お、来た。遺跡発見。これあれですよ。眺めを期待してもいいんだろうか。あった、見えたね。さあ、おいで。あの古代の研究所みたいに何の成果も得られなかったなんて。なんだあれ、ブラックゴリラ？ブラックゴリラだ。数多くねえか。あれやられてんの何？サザンハイブやってる？ドローンガードやってんね。あれは玉の利を取りたいとこですね。ただゴリラの方が強いだろうから。ん？右から影がいるな。気をつけていこう。あ、結構な勝負隊、小隊が走ってますね。どっかに隠れておいた方がいいかな。いるね、走ってるわ。あ、ゴリラも倒れてんのいるね。出血で倒れてるわ。あ、ちょっと数多いかもしんない。出血でどうにかしてるね。出血体制、出血の武器で注意が必要だ。さてどうする。あそこに行くのどうするかだよな。まず開いている、開いてんのか。入り口はどこだ。開いてるね。ここ、あれ、こんなんなってたっけ。入れるか。怖いのが、この中にスパイダーがいた時が怖いんだよ。大丈夫だという仮定で行く？あそこの戦闘もうちょっと時間かかりそうだね。通り抜ける、あ、3。あ、やだなぁ。ちょっと早くあの建物の中入って、調べるだけ調べたいなぁ。さあ、吉と出るか凶と出るか、みんなで移動しちゃって。頼むぜ。変なのいないでほしい。待って、何もねえじゃん。嘘でしょ。うわ、何もない。うわ、そりゃないぜ。もう引っかかっちゃったじゃん。あれ、もう3体制とはいえさ、それなりに3体制あるんじゃないのねえ。一部の人だけじゃない、これ3の影響受けてんの。ねえ、多分絶対この人でしょ、影響受けてんの。3に対する体制ないもんね。だってなんかあるかな。ないですね。で、サーベルは持っとこうか。サザンハイブのあれは、ハイブしか持って、あいつらしか持ってないであろうからな。マジか。あ、じゃあちょっと、せっかくなんで、お見せしようとしてたあれを見せようか。それをするには、ちょっと、君たち中に入っててもらわないと困っ。やばいぞ、迎撃しろ。ちょっと強いんじゃない？こいつらさ、器用さ高いんじゃない？意外とそうでもない。うぶい。さあ行け。いけいけいけ、動物の力を見せつけろ。
よし。奪うぞ。白を奪おう。大したことねえな。売れないじゃん、全然。よし。ちょっとやりたいことあるんだから、ちょっと見させてくださいよ、今日。はい、長いって長いって。入れる？みんな。ちょっと待っててね。待機していてもらうからね。また引っかかったの。引っかかりやすいんだよなぁ、ここ。よし。ちょっと置いといて。追従するに従いけなかったか。ちょっと中で待ってて。はい。今日お見せしたいのはね。よし。ちょっと中入れといて。危ないから。よし。誰で行こうかな。ダース・ベイダー先輩で行こうか。ちょっとこっちの方行っといてもらう。また来たな。ジョブだ。あら、また出てきちゃったじゃん。2600。やりたいことができないでしょ。一旦入れて、中入れます。そうするとこいつらがいるでしょ。担ぎます。下ろす。担ぐ。下ろす。担ぐ。下ろす。担いで。担いで。こっちに行く。ちょっとあれも一応心配だから、これも担いとこう。はい。発見したね。よし。ちょっと待っててもらって。あれ、これ扉ないの？扉ないのはしょうがないね。さて、先輩が来た先。あ、まあ、ここはね、知っての通りといったとこでしょう。これ行っても大丈夫なんだっけ？で、違うんだよ。今回、モッドで追加されたやつは違うんですよ。ベゴリラたちんな、逃げ切れっかな。ちょっと怖いな、やめとこう。数多すぎでしょ、あれ。この先でいいんだっけ？すげえわらわらしてる。動物大戦争じゃない。どこだっけな。こっちの方でだった気がする。確か。ちゃんとモッドで追加されていればの話なんだけどね。あれ？ここら辺じゃなかったっけ？あれ？こっちだっけ？あれ？全然ないじゃん。あったあったあった。これ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 。ん？これだね。エンシェント・グレイヤードだっけ？これね。オプションの。あ、なんかすげえ止まっちゃった。あれ？モッドのね、どれだっけな。ハイブポーターじゃないでしょ。あれ、どれだっけ。これかな。あ、これじゃないな。
あ、これかな、ボーンマンかな。このモッドだったかな、確か。これを入れると、まあ、骨男ということなんですけれども、まあ、どういったことが起こっているかというとですね、店に行きましょう。さて、あの下かな？近いね。もうちょっと近、ああ、なんかもう戦闘中になってんね。大丈夫か？あれ。どういう状態かというと、見えますか？あそこにあるんですけども。こちらがね、まあこういうことですよ。こういった軍勢がいるわけですよ。ボーンマン。骨ですね。まあ、耐久力100ですけれども、この数ですからね。どうしたんでしょうね。入ってきた野党どもがフルボッコにされてますけれども。まあ、今回のモッドでですね、まあこういった方々が骨持ってますけれども、追加されております。お墓もあってね。で、ここに門があると、コンクリートのも、コンクリートでできております。まあ、この中に当然のことながら、いるんでしょう。何かが。ネームドがね。まあ、それに関連して、建物もね、これとかそうなんじゃない？ほら、同じものが作れるようにね。なってるわけですよ、これ。こういうのも。まあ、ただのオブジェですけれども。これじゃないですかね。お祈りでもできるんでしょうか？これなんか、人のマークついてるってことは。まあ、スタチューですよね。もう完全に、そういったものと。ほら、こういうの。骨。シェクの遺骨、みたいな。人間の遺骨。ハイブの遺骨。棺桶、みたいなね、感じでね。まあ、こういったのもね、自分たちの拠点でね、作っていけたらな、と思っていますのでね。まあ、建築建材に余裕があればというところなんですけれども、そういった形で、まあ一応今回はね、まあここが完全に滑ったんでね、何もなかったんでね、まあこちらのボーンマンをお見せしたといった次第ですね。まあ次回はね、多分敵が減ったんじゃないかな。減ってると思うんでね。向こうの拠点の方また戻りますけれども、その前に、せっかくなんで、こう、行きましょうか。物買えたかな？反奴隷主義ね。ティンフィスと仲間に入れたいとこだけどね。あれ、仲間になるのかな？あ、ブラックゴリラだ。あんまし良くないね。あーっと、ランドバット。あ、良くないね。危ない危ない。あ、ここ見覚えあるね。ここ登るとこあるでしょ。知ってるよ、ここ。戦ったんだもんだってやつと。命がけの戦いしたんだよ、こっちは。動物部隊に頑張ってもらってね。よし、来た。いいなし、問答無用で攻撃はされなかったと思うんだけどね。確か。ね、いくらダース・ベイダーさんが来ましたよって言ったって、いきなしそんな喧嘩腰で来られてもね。テックハンターのショップとかあったなぁ、そういえば。他は？あ、園芸ある。物売れるね。建材屋さんとかあったの？ここ。まあ、相変わらずの強さですよね。イエーガー。入れてぇな、仲間に。ただ、ここと戦うってなるとね、相当きついからね。一人一人化け物だかんな。ほら、一人一人が猛者よ。こんなのとやれたらね、ちょっと大変よ。ここら辺も賞金首だから仲間に入れていいですよってことになったらもうとんでもないことになっちゃうけどね。まあ、大物の賞金首だけにしときましょうよ。はい。テックハンターさん。なんか売ってます？
ああ、研究の本は売ってるね。ボルト。シャツ。いや、別にこれはいらないんだけど。回復名刺。本は買っときたいね。テックハンターの地図、古代の研究所。回復キット系。これは必須ね。アシュランドの帽子。ああ、めったに買えないから買っとくか。建材が欲しいんだよな。よし。古代の研究所どこだ？ああ、そこか。で、あとお店あった？水耕栽培。これすごいね。水耕栽培やってるってよ、ここ。技術力やっぱ高いね。あれ、バーもないんだっけ、ここ。商売するにはちょっとといったとこでしょうかね。まあ、物だけ買って終わりましょうか。反奴隷主義だからっつったってさ、この人たちさ、解放した奴隷はどうしてるんでしょうね。だってここにいるのみんな猛者しかいないからね。アクロフ、かっこいいじゃないですか。将棋を見せてくれ。ああ、玉か。買ってあげたいけどな。ちょっときついよね。こんなもんしか買えないな。ちょっとね、申し訳ないけど。どう頑張っても無理だろう。無理だね。よし。ということでね、今回お見せしたのは、まあ、今回の成果といってもね、これをお見せしたぐらいですかね。次回はね、なんか何やら、門の方に赤い点が越えてきておりますので、逆にこっちが手薄になってるプラス、場合によってはこれトレーダーズギルド、招待が訪問してる可能性があるんでね。ちょっとね、エリートハンターがいると非常に厄介ですけれども、まあ、いないと願って、招待の訪問で、そうだね、建築建材とか売ってくれてたらありがたいけど、まあ、そこら辺やりながら、また拠点をちょっとずつ強化しつつ、自給自足もやりながらやって、また追われそうになったら、いよいよ次はですね、どうしようかな。ここ、ゴリロ行きたいけどね、ゴリロとフィッシュを、フィッシュをダメか。フィッシュを抜き取られちゃうんだもんな。まあ、フィッシュ王で金を稼ぐのはありかもしれない。あいつ高かったよね。確か5万キャット、やつの頭売れるから、売って、やると、いうようなのでもいいかもね。ということでね、ちょっと、最後にモーンだけ見て終わりにしようか。いるの？なんか。あれ？シュレックさんってここにいんの？よし。なんかいるか。こっちのに赤点あるけど。テックハンター。ピークシングの部隊がこっち来てんのかな？ゴリロがいるのも気になるけどね。はたまたこっち側は？なんか赤点がなんかいることになってるけど。あ、ピークシングかな？俺。忍者衛兵いるもんね。どこもかしこもそんな感じでしょうかね。ピークシングの残党がこっちに向かってきたか。イベントとしてはなくなってるけど。そうすると場合によってはエリートハンターいるかもしんないね。まあ、ここら辺は確認しながら拠点の方に戻りたいと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。